はい、どうも皆さん、こんにちは。みざです。ということで、本日はですね、先日、浴衣ナルメアを使ってみる動画を上げたんですけれども、その際にですね、こんな比較を出したんですよ。ナルメアは、アビリティのダメージ回数が多いキャラなんだけど、余ダメージアップ。系統のスキルがないとちょっと苦しいよねっていうのがコンセプトの動画だったんですよね。で、その際に、その余ダメージがある編成。僕持ってんのこんな感じで、ハルモニアとあとリンネですね。アビリティの余ダメアップ、ギレンとハルモニアの余ダメアップっていうのを組み合わせた、この、火力がすげえ、アビリティダメージの火力がすげえ出るでしょうねっていう編成の一つと、あとアビリティダメージがない、この編成。そこら辺から引っ張ってきた両面応流用の編成だったんだけど、それはそれとして、ちょうどいいな、おあつらえ向きだなと思って適当に用意したこの編成で、比較したんですけど、その時に言われたのが、あれ、みざさん、それって、王竜だからじゃないんですかっていうコメントが来たのわけよ。うん。やっぱりびっくりした。よね。いいことだと思う。初心者が増えて大変いいことだと思いますので、今回はちょうどいいタイミングだなってことで、ダメ上限についての話を少ししようかなというふうに思っております。はい。僕が王竜をやった理由としては、変わらないから。求めていたものを見せる上で、全く条件が変わらないから王竜を使ったんだけど、説明不足。俺ね、あるんだよね。もう頭の中で考えてるからもう大丈夫だと思って次の話に行くことがあるんですよね。完全にバカなんですけど、ちょっと今回はそのあたりについての話をしていきたいと思います。はい。で、じゃあなんで王竜で大丈夫だったのかっていうと、この編成は、加護によってアビリティダメージの上限が上がる武器がないからなんですよね。うん。この編成のコンセプトとしては、そこそこの、ダメ上限がほとんどないですよ。っていう場合においてダメージがどんぐらい出るのかっていうのを求めた編成だったんですけど、それを象徴するようにこの編成って奥義メインの編成だったから、アビリティダメージを上げるものがほぼほぼないんですよね。さらに言うと、加護が乗るアビリティダメージ上昇のものもほとんどないんですよ。うん。つまりはどういうことかで、輪廻がないって話なんですけど、今回そのアビリティダメージの上限を伸ばしていきますよ。アビリティダメージのその総量を増やしていきますよっていう風になった時に必要になってたのが、このハルモニアってやつと、あとリンネってやつが主なんですよ。もう一本ロンゴミニアトってやつもあるんだけど、このリンネってやつが加護対象なんですよね。アビリティダメージ上限アップ、アビリティの余ダメージ上昇、ギレンっていうスキルがあるんですが、これが加護乗ったら伸びるんだけど、その加護の伸びない場合って、結局上限までしか、上のキャップまでしか出ないんですよね。ここからさらにダメージを伸ばす上では、ダメージ上限アップっていうのが、必要になるわけですけど、ちょっとじゃあ試しにやってみようか。うん。ナルメアが、アビリティダメージを出した時にどんぐらいの火力が出るのかっていうのを求めただけなので、ちょっとじゃあ1アビ、130万、2アビ、これも130万ぐらいだと思う。129万。大体こんな感じですよ。うん。で、ここから、じゃあ、加護を入れてみましょう。ゼウスを入れてみて、こんな感じで火力が伸びましたと。うん。で、ここから、じゃあ、両面ゼウスでやってみましょうか。火力はね、ほぼほぼ変わんないと思う。1、2万ぐらいは変わったらいいかなーって感じで、ほぼほぼ変わらないと思うんですけど、はい。132万。132万。もうこれ完全にキャップですね。うん。ほぼほぼ変わらない。で、なんでかっていうと、もう上限に達してるからなんですよね。アビリティダメージって上限があって、もうその上限を伸ばすには、上限アップがないとダメなんですよ。こっちの編成のように。その上限アップ、余ダメージアップ、攻撃1回1回に加算で、余ダメージアップってのが悪いと思うわ。分かりづらくなった。もう初心者は分からんわな。これ、余ダメージ上昇って何って話なんだけど、上限が上がってんですよ。うん。なので、ダメージが、最終ダメージがこちらの編成の方が高かったんですね。うん。なんて言えばいいんだろうな。結局のところ、じゃあこっちの方はダメージ同じような条件だよ。だからこれで打ってみると300万ほら498万こんなに出てるのは上限アップっていうのがついてるからなんですね。結局ここに何の違いがあるのかっていうと上限に達してるか否かっていう違いがあるわけで、俺は今回こっちのアビダメ上限アップ、アビリティダメージをより盛る編成、余ダメージアップ、上限アップ、アビダメ上限アップ、そういった装備をゴリゴリに持ったらダメージがギュンと上がってこんな感じになるんだよっていう部分を見せたかったんですよね。でこっちの比較対象はアビリティダメージがないし、アビリティダメージがその加護、ゼウスの加護って結局光、雷電、天候の効果が 150% アップするよっていう効果になってるんだけど、これで加護って伸びてるだけなんですよ。エデン、後陣と渾身、今回の場合であればこのエデンっていう武器がもうギュインと伸びて、あとは絶対否定の剣の真意と渾身っていうここの数字がここに個別に設定されてるこの数値に 150% アップ。2.5 だよね、かけるで言うと元々の1倍 1+1.5 1+1.5 だよね、150% アップだからが、乗算されてるだけであって、結局上限アップっていう部分では何も変わってないわけですよ。で上限アップっていう部分でも何も変わってない。じゃあ何がゼウスとオーリュで何が変わってんのかっつうと、そのダメージの数字、上限じゃないダメージの数字は変わってるんだよね。こっちの方が火力が低い、王竜の方が。王竜の方が火力が低くて、ゼウスの方が火力が高い。でも、今回、俺は特に、前回の動画、ナルメアの動画の方で俺は特に気にしなかった。なんでかっていうと、ナルメアの1アビ、2アビは、もう簡単に上限に達してて、アビリティダメージって上限達しやすいんですよ。そうめちゃくちゃ達しやすくて、でそこでもうほぼほぼ出てるから、別に王竜だろうが何だろうが火力自体は足りてたんですよね。特にもうフレンドをゼウスにしてる、この状態だったらもうどうせ上限に出てるんですよ。そうだから上限アップ、加護系も関係ないし、火力はもうすでに王竜だろうがゼウスだろうが足りてるから、この編成でナルメアを使ったっていうような感じだな。ただし余ダメージアップ系統の武器スキルとかは、特にこの編成の場合は輪廻ってやつが入ってる。でこれが議連スキル、アビダメ上限とアビリティの余ダメージ上昇っていうダメ上限アップ系統のスキルがついてるから、こっちは加護を乗せたい。だからゼウスを使ったっていう感じかな、比較対象としては。逆に言うと加護が乗らないダメ上限が上がる系統の武器スキル、例えばロンゴミニアドの第2スキルアストラルピアスとかもそうだし、タミンサリとかもそうなんだけど、ダメ上限アップ、英雄の対空、これの英雄の加護を上昇させるみたいな武器スキルは召喚石は現状存在しないから、ダメージ上限を上げる加護が乗らないダメ上限アップ系統っていうのを考えると、ぶっちゃけその場合でも王竜でもいい。例えばだけど、じゃあリーネ抜こうか。例えばこの状況になったら、上限アップに影響あるのは、これ実際に見せるのが早いな。多分ほぼほぼ変わんないんですけど、じゃあこれでアビダメ見せるわ。ちょっと火力上げるね。メタトロンとミゼラブルミスト入れるわ。メタトロンミゼラブルミスト入れて1アビ2アビるとダメージが今274万になりました。274万っていう数値だけ覚えておいて。で、こっちの片面王竜持ってくるわ。で、ちょっと装備を変えます。変える候補としては、ハルモニア2本と、ハルモニア2本と、あともう1本、加護が乗らない上限アップ武器スキルと、あとアストラルピアースがついているロンゴミニアド。これを入れます。加護が乗らない上限アップ系統が入ってるんで、これフレンド王竜でも同じダメージが出るんですよ。さっき何ぼ出たっけさっき何ぼ出たかな、何ぼ出たか忘れちゃったな。230だか200万台出たのを覚えている気がする。ほら280じゃなかった、変わんないよね。こんな感じで加護が乗らないと、加護が乗らない、ほら、もうダメージほぼほぼ同じだ。549でしょ。で、こっちが558変わんないですね、うん、そんな感じでですね、あ、これ上限アップ部分が少しかかってて、ランス・オブ・コスモスの上限アップがあるからナルメアの火力が少し上限アップ分で高くなってたって感じかな、うん、何にせよそのカゴが乗ってるか乗ってないかっていうのは火力にしか基本影響しないよね。上限アップ、ギレン系統のよだめアップ、上限アップっていうのは、まあ最近追加されたレアなやつで、うん、単純なその上限アップ、カゴが乗らないやつって、結局火力にしか関係がなくて、で、どうせ上限に達しているのであれば、まあ結果は変わらねえし、いいか。まあ、分かりやすさはともかくとして、俺はそんな気持ちからこの片面応流編成を使ったっていう感じかな。いやでもね、いい質問だったと思いますね、僕の中では。やっぱり分かりづらいところあると思ってて、まあ、ここ最近からグラブル始めたよっていう人は、なんで火力が上がってんのかって、特に余ダメージアップが悪いよな。余ダメージアップとかで、ちょっとこう分かんなくなると思うんだよね。うん。そのあたりを考えるとね、まあ、いいコメントを今回はいただけたと思うので、まあ、ある程度軽く解説してみました。俺が何をもって、こう、そういう、編成をしたのか。王竜だったら、こうなん、王竜だったらこうなんじゃないみたいな。うん、王竜、なんで王竜なんですか？王竜じゃなかったら変わるんじゃないみたいな。まあ、そういう質問、まあ、純粋な疑問だよね。に対しては、まあ、俺はこういうふうに思ってたんだよっていうところで、まあ、アンサーソングとさせていただきたいなと思います。まあ、もし純粋に気になることだったらね、ぜひともコメント欄で教えてください。気になることだったら動画にしたいと思います。はい。まあまあ、これから強くなっていくグラブラーの皆様には大切にしていきたいと思いますので、僕は、苗をね、新芽を、大切にしたいと思いますので、気になることはぜひともコメントで書いていってください。気になることあったらコメントで教えてみたるホームレート事務所じゃあ。